こんにちは、ビリエチャンネルのビエです。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。現在の地植え花壇の様子です。先日から寄せ植えの仕立て直しをやってますけど、地植えの方も今年は大変なことになっています。屋根はありますが、花壇手前の方は普通に雨が当たり濡れてしまいます。この黒いのはずっと元気だったオリビアが枯れた後です。こちらはその隣の右半分の花壇、あんなにもりもりはびこっていたルビーネックレスが全滅です。そんな中で元気に頑張ってくれている多肉たちもいます。今後はこの子たち、今年の夏の猛暑を生き抜いた多肉中心に地植え花壇を手直ししていこうと考えています。がその前に、今日も寄せ植えの仕立て直しやっていきます。今回はタイプ別に2種類やっていこうと思います。1つ目は苗が伸びて足元が寂しくなったこちらの鉢、そしてもう一つは残したい苗を選んで仕立て直しをするこちらのブリキ鉢。よかったら今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。 BA チャンネル。早速一つ目の仕立て直しです。普及種中心に寄せ植えを作ると、徒長じゃないんですけど茎が伸びて足元が寂しくなることってありますよね。苗の先はとっても元気で綺麗です。まずは枯れ葉の掃除をしていきます。単純に切って刺し直すという手もあるかと思います。でも切った茎から新芽が出て、その子たちが育ち、鉢全体のボリュームが出るまでには時間がかかります。そこで今回はもう一つの方法、同じような成長をたどる苗を選んで追加していこうと思います。土はいつもの培養土、赤玉、鹿沼、軽石の混合です。苗はここ数日のように解体予定の鉢から選んでいきます。どの苗もご覧のように子立ちする性質の多肉です。これらの苗を空いているところに挿して、鉢全体のバランスを取りながらボリュームをと考えています。
この鉢は去年の秋、約10ヶ月前に作った寄せ植えです。刺そうとしているところの周りの苗が小立ちしているので、刺しにくいです。ピンセットなどで穴を開けて差し込むのがやりやすいと思います。長さが足らないので、プラスチックの棒を持ってきました。長い菜箸などが使いやすいと思います。鉢の手前に挿しているのはレティジアです。今は短い苗ですが、これも小立ちする多肉です。やがて真っ赤に紅葉しながら鉢から伸びてくれるかなと期待しています。2つ目の仕立て直しです。調べたら思いのほか古くて、作ってから2年が経過していました。この両端のワテルメイエリーは残そうと思います。中央のジョアン・ダニエルはその後ろの茎から胴切りして刺したものです。切り口どちらにもすでに新芽が育ってきています。この乙女心と花うららは切ってもそのままでもいいかなと思いますけど、どちらにしても枯れ葉を取り除いてからです。葉元から新しい白い根がたくさん出ているようです。なので今回は切って刺し直すことにします。あとはこのベニチゴです。そして消えそうなパープルヘイズ。こちらは抜いてしまおうと思います。掘り起こしているのはさっきの花うららです。
ベニチゴも2年も経過しているので茎が木質化しています。この状態では新芽も出にくいので抜いてしまいます。準備ができたので新しい土を追加しました。さっきと同じように追加する苗を選んでいきます。作業がしにくいので一旦花うららを避けておきます。最後にパープルヘイズを植えて完成です。今日はタイプの違う仕立て直しをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。この動画がこれから秋に仕立て直しをする皆様の少しでもお役に立てれば嬉しいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。 BA でした。次の動画まで、バイバイ。